ちょっと仕事がバタバタで暗くなってしまいました。今日の進捗情報です。今日も、昨日棟上げで、今日は、屋根とかをしてもらってるみたいですね。ちょっと全部回ります。もうなんか明日か明後日か雨が降るかもしれないんでっていうことで、多分急遽遅くまでなんかシートを貼っていただいたんじゃないかな。多分夜さっきまで作業されてました。ありがとうございます。ちょっと駆け足であれですけど、こんな感じですね。もう手前の側の方も屋根がついてます。昨日は向こう側だけやったけど、よいしょ。わー、夕焼け綺麗。ほらこんな感じで、ちょっとなんか防水のテープ貼ってありますね。あ、こんにちは、お疲れ様です。あら、帰ってこられた。こんな感じですね。ちょっと止めます。なるほど、今業者さんが戻ってこられたんですけど、やっぱ昼間の作業は危ないそうです。んで今夕方ちょっと涼しくなる5時ぐらいから作業をされてたそうです。そうですね、毎日連日ほんとやばいぐらいの暑さなんで、ちょっと回ってみましょうかね。ぐるりと。ああ、ほんと夕焼けめっちゃ綺麗。すげえな、高所恐怖症の俺にはあの上は無理っす。こう改めて見ると長いですね。よし、ちょっと中も見てみます。よいしょ、よいしょ。ここ入れる、力入る。ここなんか荷物置いてありそうで、力入るか。ツバメが、うん、わあすごい。屋根がもうちゃんと張ってあります。屋根ですね。おほほほ、危ない危ない。あー、風が気持ちいい。あ、すごい、もうここら辺もなんか組んである。はあ、早い早いよ。あー、でも暗いな。もう上がりましょう。ここから。よし。この辺はあんまり変わってないかな。こんな感じになるんですね。あ、いいな。でも木抜き出しでのままでも良かったかもしれないですね。これは。本当細長くてうなぎの寝床みたいな建物ですね。おお、ほう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 、ここなんか組んである。めっちゃ頑丈。これこれ頑丈や。わ、あれもある。あ、そうやった。この辺でまた来週よろしくお願いします。失礼します。